こちらアメリカのサンターニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。エルムハースト好スタート、アインエリザベス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してアインエリザベス花に立ちます。その後ろからはエルムハースト、この馬も上がっていく構えです。さらにはメンズエクスクルーシブ14番サファイアタフネス、その後ろロックレッド後方から、それでは先頭から先手を取ったのはアインエリザベス、その外からエイティラック並んで14番サファイアタフネス、キャプテンシュペール、そのうちに続いています。その隣にパーフイメージ、その横にインターライツ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ12番アインエリザベス、2番手はパーフイメージ、エイティラック、3番手カワッチシュール、交代カワッチシュール、大丈夫か。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アインエリザベス先頭、サファイアタフネス先頭、2番手はエイティラック、あと 200m サファイアタフネス先頭だ、サファイアタフネス先頭、エルムハースト、サファイアタフネス追いすがります。エルムハースト、エルムハースト1着、2着にはどうやらサファイアタフネス、勝ったのはエルムハースト、見事な勝利です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはビューティレジェンド、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してビューティレジェンド花に立ちます。その後ろからはサニーブリザード、この馬も上がっていく構えです。さらにはメジロドーベル、1番スカーレットミニスター、その後ろシャープキャプテン、後方に控えました。もう一度先頭から、先手を取ったのはエターナルワース、その隣にビューティレジェンド、エアマリン、すぐ後ろ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはエターナルワース、その隣にエアマリン、すぐ後ろにクリス・ザ・ベンチャー、オレンジの帽子サニー・ブリザード、その後ろすぐ後ろにグリーク・プライズ、さらにはビューティレジェンド、白の帽子スカーレット・ミニスター、その後ろフレッシュ・アドラーブル、すぐ後ろ、後ろからの競馬になりましたメジロ・ドーベル、鞍上の手はどの辺りで動くんでしょうか。ソシアル・ジュピター、そのうちに続いています。その隣にグッド・エリザベス、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。エアマリン、クリス・ザ・ベンチャー先頭に襲いかかってきました。エターナルワース3番手、大外からオレンジの帽子メジロドーベル、伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はヤーマリー、その隣からはクリス・ザ・ベンチャー、エターナルワース、その後ろ最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭はクリス・ザ・ベンチャー、あと 200m 先頭はメジロドーベル、残り 100m メジロドーベル先頭、2番手はクリス・ザ・ベンチャー、メジロドーベル1着、メジロドーベル1着、2着はクリス・ザ・ベンチャー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。メジロドーベル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ジムアイス、これは好スタート、サイレンス鈴鹿、この馬も好スタートを切りました。ビットシーカー前に行きそうです。ミルサスピション、それに続いています。さらにはビーマイスイスト、12番ヒートボタン、その後ろハイフタラ、どうやら後方からの競馬では、前の方から先手を取ったのはジムアイス、内からはディプトシーカー、赤の帽子黄
キングピール、その後ろすぐ隣にミルサスピション、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはジムアイス、その後ろからはミルサスピション、オナーグライド、そのうちに続いています。並んで4番キングピール、ピンクの帽子サイレンス鈴鹿、いい位置につけました。すぐ後ろにレインボーインディア、リップシーカー、そのうちに続いています。その後ろにシークレットワイン、アイアンワース、それに続きます。すぐ後ろにサーガルート、最後方にカイフタラ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はビーマイスイフト、ミルサスピション、ほとんど差がありません。ジムアイス、3番手サイレンス鈴鹿、いい位置、果たして先頭を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はミルサスピション、ジムアイス続いています、キングピール続いています、内からはオナーグライド。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はミルサスピション、ミルサスピション先頭、残り 200m、 先頭はジムアイス、残り 100m、 ジムアイス先頭、ミルサスピション追いすがります。一気にサイレンス鈴鹿、ジムアイス、ジムアイス1着、2着は微妙です。勝ったのはジムアイス、見事な勝利です。こちらアメリカのモンマスパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アワッド、これは好スタート。デイエイト、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくザルーブル行きました。続いて前へ行くのはデイエイト、さらにはスリーペンダント、8番スイートウェイ、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはザルーブル、これに続くのがスイートウェイ、その外からデイエイト、その後ろにシャープスペシャル、並んで7番スリーペンダント、シャワーエンペラー、この馬もこのグループ、これに続くのがアワッド、並んで10番ウエスタンワールド、ドクターバーリン、そのうちに続いています。その外にスペシャルジェーン、この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。もう一度先頭からザルーブル、先手を取りました。その後ろにシャワーエンペラー、さらにはスイートウェイ、並んで12番テンエイト、マーベラスサンデー、好位をキープ。内からはシャープスペシャル、並んで7番スリーペンダント、ドクターバーリン、それに続いています。その隣にアイランドパス、並んで10番ウエスタンワールド、スペシャルジェーン、すぐ後ろ。その隣にレアリングトリップ、最後方にヤグリ、各馬雨の中をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでシャワーエンペラー先頭に変わりました。ザルーブル、ほとんど差がありません。テンエイト、3番手大外からピンクの帽子、マーベラスサンデー、伸びてきた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。シャワーエンペラー先頭、マーベラスサンデー先頭、2番手はシャワーエンペラー、残り 200m、 マーベラスサンデー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。必死に追うマーベラスサンデー、2番手はアワッド、マーベラスサンデー1着、マーベラスサンデー完勝、マーベラスサンデー1着、2着はアワッド。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。マーベラスサンデー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのシャンティ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはミュージックブレイブ、綺麗なスタートを切りました。競泳マーチ、前に行きそうです。ミュージックブレイブ、それに続いています。さらにはクリムゾンナイル、2番デインヒルトリガー、その後ろ。後方に控えたのがシリウスカウンター。それでは先頭から、先頭は競泳マーチ、短期の逃げに持ち込みたいところ。
その外にインティカブ、その隣にクリムゾンナイル、その横にケープクロス、ミュージックブレイブ、すぐ後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然として競泳マーチ、インティカブほとんど差がありません。クリムゾンナイル3番手、さあ競泳マーチ逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は競泳マーチ、その外からはインティカブ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。競泳マーチ先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はインティカブ。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。競泳マーチ先頭、2馬身から3馬身のリード、あと 200m。 競泳マーチ先頭だ、リードは1馬身。後続の足色はどうか。2番手はエアエクスプレス。競泳マーチ今ゴールイン、段違いの強さです。競泳マーチ1着、2着はエアエクスプレス。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。競泳マーチ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ノースウォード、好スタートを切りました。バーボンアムール、この馬も好スタートを切りました。アフターモンロー、前に行きそうです。グランパドビバーチェ、それに続いています。さらにはチェリーハイネス、10番バーボンアムール、その後ろスマートアート、後方から。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはグランパドビバーチェ、その隣にアフターモンロー、その横にバーボンアムール、内からはダイヤファン、その外からキャニオンイレブン、並んで11番グロリーオアシス、チェリーハイネス、この馬もこのグループ、レイディーカーラ、それに続いています。では前の方から。先手を取ったのはアフターモンロー、その後ろからはノースウォード、すぐ後ろにバーボンアムール、グランパドビバーチェ、そのうちに続いています。その外にキャニオンイレブン。 1000m を通過、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から。アフターモンロー先手を取りました。バーボンアムール、それに続いています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭は依然としてアフターモンロー、バーボンアムール、ほとんど差がありません。ノースウォード3番手、大外からピンクの帽子、ファビラスラフイン、伸びてきた。先頭変わってバーボンアムール、バーボンアムール先頭、2番手はアフターモンロー。残り 200m、 バーボンアムール先頭だ、リードは1馬身。後続の足色はどうか。ボスラシャム、ファビラスラフイン追いすがります。ボスラシャム、ボスラシャム1着、2着にはどうやらファビラスラフイン、勝ったのはボスラシャム、見事な勝利です。こちらフランスのサンクルー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはスパイホルム、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してスパイホルム、花に立ちます。その後ろからはステイサンダース、この馬も上がっていく構えです。さらにはマウントスタイル、14番ビューティーグローブ、その後ろ。もう一度先頭から。ストラテジックチョイス、先手を取りました。青の帽子、アローポジティブ、その後ろ。好位置をキープしています。カワッチサンライズ、すぐ後ろにステイサンダース、緑の帽子スピンコンサート、その後ろ。すぐ隣にマウントスタイル、キャッシュタウン、そのうちに続いています。その外にビューティーグローブ、その隣にランキルデア、その横にミスティーハッピー、フィルサドスキー、すぐ後ろ。内からはファンシーラセーヌ、しんがりからクイックスパーク。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過しました。少々ハイ
ペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。ストラテジックチョイス、先手を取りました。白の帽子スパイフォルム、その後ろ、その外からアローポジティブ、カワチサンライズ、好位をキープ。赤の帽子ステイサンダース、その後ろ、すぐ隣にスピンコンサート、キャッシュタウン、そのうちに続いています。その外にマウントスタイル、ジャスミンムイッシュ、すぐ後ろ、その後ろにランキルデア、その外からクラシッククリーシェ、その外にビルサドスキー。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。この辺りで先頭が変わりました。スピンコンサート、ビューティーグローブ、ほとんど差がありません。3番手にカワチサンライズ、絶好の手応え。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのは河内サンライズ、あと 200m、 先頭は河内サンライズ、河内サンライズ先頭、2番手はフィルサドスキー、先頭は河内サンライズ、1着でゴールイン、河内サンライズ1着、2着にはどうやらフィルサドスキー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。河内サンライズ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。プラウドハーモニー、好スタートを切りました。アウトオブサミット、この馬も好スタートを切りました。スキップハット前に行きそうです。名声オペラ、それに続いています。さらにはオクトロビン、13番ブレイクジャック、その後ろ、もう一度先頭からプラウドハーモニー、先手を取りました。2番名声オペラ、2番手を追走しています。その外にスキップハット、その外からブレイクジャック。この辺りで各馬第一コーナーに入っていきました。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはプラウドハーモニー、2番名声オペラ、2番手を追走。すぐ後ろにサプライズパワー、その外からプラウドワン、その外にスキップハット、その隣にアウトオブサミット、その横にバラードケリー、その外からブレイクジャック、その外にオクトロビン、さらにはメロージャパン、青の帽子イタリアンフラッグ、その後ろ、すぐ隣にウィンドアレグロ、すぐ後ろにアメリカンピクシー、赤の帽子スピードテール、その後ろ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はプラウドワン、プラウドハーモニー、ほとんど差がありません。3番手に名声オペラ、絶好の手応え、名声オペラ B1 です。さあここからどうか、後続も追い上げていきます。さあ先頭は名声オペラ、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭は名声オペラ、残り 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。名声オペラ先頭です。このまま押し切るか、サプライズパワー迫る名声オペラ、名声オペラ1着、2着にはどうやらサプライズパワー、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは名声オペラ。短い直線に入って後続は届くかどうか。ここで先頭に立ったキングオブパレス、日高ガイドブック、先頭、残り 100m、 日高ガイドブック先頭、ゴーイングナンバー追いすがります。日高ガイドブックゴールイン、日高ガイドブック1着、2着にはどうやらゴーイングナンバー、見事に勝ちました。日高ガイドブックエアデジャブ敗れました。
ようやく3着争いといったところでしょうか。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。先頭変わってシアトルジョン、ノーブルマックス先頭、2番手はネバーキュート、ネバーキュート抜けた。一気にシアトルジョン、シアトルジョン、シアトルジョン1着、2着にはどうやらネバーキュート、見事に勝ちました。シアトルジョン、ネバーキュート、わずかの差で勝利を逃しました。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭は岸あけぼの、マサラッキー先頭、2番手は岸あけぼの、先頭を捉えるか。あと 200m、 マサラッキー先頭だ、マサラッキー先頭、岸あけぼの追いすがります。マサラッキー先頭だ、マサラッキー、マサラッキー1着、2着にはどうやら岸あけぼの、見事に勝ちました。マサラッキー、岸あけぼの2着止まり。しかし何とか面目を保ちました。